松ツ小南は、東京で、情報落語を演じた、落語家。特に、イカケ屋で知られる。本名、谷田金次郎。1920年、京都府北桑田郡山国村井戸に、左官業、谷田正吉の三男として生まれる。小学校を修了した後の1933年、京都市、今出川寺町の印刷店に奉公し、1年後の1934年に、 京都市内の五福問屋に移った。五福問屋では、すぐに、東京日本橋に移された。問屋に5年勤めた後、1939年、三代目、三遊亭金馬のうち弟子となり、山遊亭金太郎を名乗る。入門当初は、金馬が、東方専族であったため、寄せの定席には出られず、主に東方名人会で前座を務めていた。太平洋戦争中は、 招集を受け、1945年に復員した。1951年、上席の講座に出るために、金馬の口利きで二代目、桂小文治の身内となる。1958年9月、八代目桂文楽の、行為で二代目、桂小南を襲名して十代目、桂文治、春風亭流昇、三、笑い亭有名楽、三遊亭小演馬、四代目、 春風亭流行と共に、新ちとなった。丹波鉛が抜けず伸び悩んでいたところ、師匠の三代目金馬より髪型話に転校するように言われ、それまで習得した江戸話を封印した。以降、大阪の復帰、恵比寿橋小畜などといった寄席に出かけては、下手りを務める傍ら、髪型の若手に混じって、これを落語家から髪型話を教わった。この時、 小南に稽古をつけた立花の窓かとが自信を取り戻し講座に復帰したという情報落語復興の一側面を物語るエピソードがある。独特な口調は小南落語とも呼ばれた。芸に厳しく修正、稽古の鬼と称された。1969年には文化庁芸術祭大賞を受賞しており、1968年と1981年には 文化庁芸術祭の奨励賞。1 9 8九年には芸術編章文部大臣賞を受賞した。1 9九十年、史受報章受賞。章。1九9六年五月四日、脳拘束により死去七十六歳を打つ。弟子は全員東京の落語家で東京弁で落語を演じている。鈴本演芸場と落語芸術協会の確室から芸術協会が 鈴本に出演しなくなり、出番の減少を危惧し移籍した。ありがとうございます。